はい、というわけで皆さん暗くなる中眺めておりますが、すごいです。こちらどうでしょうか、鳥山さん。ちなみにこのカメラにはちゃんと皆さんの顔も綺麗に映って、王子が化粧したみたいになってますけど、あのこのアプリだと3つ全部映りますんでね。すごい、だけどほらすごい綺麗ですね、後ろ天の川になってますね。はい、素晴らしいですね。はい、もう綺麗ですね。はい、綺麗に映ってますね。はい、こちら後ほど、YouTube の方上げさせていただきますが、ちょっと5分ぐらい撮っていきましょうかね。それで、こちらは終わってくる。あ、もうやっぱね、東京タワーのあれなんか開始で、あの虎ノ門ヒルズのタワーかなんかが後ろに東京タワーが綺麗に映ってますね、鏡みたいに。はい、マニアックな話ですけど、あそこの最上階やっぱホテルとか入ってね、レイプロのも メンバーでみんなで行きました。ね、エグゼクティブなとこで、はあ、あ、ちょっと行けますねこの顔。めちゃくちゃ面白いですね。はい、そうですね。はい、あ、いいですね。口紅が強めに映りますね、これ。そうですね。すごいですね。ドーラン塗ったみたいになってます。すごいですね。あ、YouTube やってます。YouTube やってます。どう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 。いやー、こちらね、天の川彦星とおね、おり彦星、彦星痛い痛いなんだ。彦星なんてそんないいもんじゃありませんよ。あと彦星と鳥姫ですかね。中ですね、2人はね。セオーリツ姫じゃなくてトリ姫みたいなね。あ、今ちょうどやっぱあの一番ベストタイミングですね。あ、素晴らしい絵でございますね。スマホの画面がまた星みたいな。綺麗ですね。はい、はい、そんなわけで、うん、ボクシャーも入って、はい、もう最後暗くなってきますよね。ね、いい感じでしょ。奥の方が綺麗に映っております、ね。本当最高ですね。ね、最高ですよ。これはあの一回戻って見た方が良かったですね。そうですよ、ね。ちょっとほろ酔いで。ね、少女寺ですね、少女寺。ね、ちょっとあれですね、トイレ行きたくなってきた人がいますけどね、これね。いや、天の川綺麗ですね。短冊に願いを込めたので。はい、というわけで、まあ、最後にこちらが入ってくるんですけど、ボクちゃんになってるんですけどね、あの5分間撮らなきゃいけないので、ね、あのどう考えても僕らあの YouTuber なんてバレてますけど、ね、鳥さんやばいんじゃないですかね。鳥さんやばいかも。後ほどはこれプレミア放送が来ましたね。やばいっすね。僕ちゃんの浴衣をやりたかったんですよね。僕ちゃんでも和柄だからいいですよ、うん、5分間だけこれ撮れるんだけど、可愛い和柄ですよ。ブーちゃん、なんだろうね、これ。まあ、こんな感じで、皆さんね、あの盛り上がっておりますが、花ボタ、ありがとうございます。ありがとうございますよ。メンバーシップもよろしくね。うん、あと15秒あるけど、これどうだメンズでやばいっすよ、プロですよね、2人も。ここのちゃんとやるんですよね、プロメンバーシップに。プロになってます、プロ。